お邪魔しました。ピンジョーダンと申します。よろしくお願いいたします。いきなりなんですけども、SCAJ2024 年一番でかいコーヒーのお祭りですよ。それがもうそろそろ始まります。よろしくお願いします。かなりね、もう直前というか、もう明日、明後日、その次ぐらいの感じで動画を今撮ってるんですけど、毎年僕も動画撮ったりね、行ったりして、現場の様子とかを届けたりもしてるんで、知ってる方もね、結構いてくれてるんじゃないかと思うんですけども、そろそろ始まると、もう間じで違います。10月9、10、11、12、水木金と、この4日間も、 コーヒーのね、採点をやるってことなんですよ。本来は B2B というかね、ビジネスというビジネスそういった人たちの展示会、もともとそういうニュアンスもあったんですけど、まあ年々ね、その、僕らみたいな一般のものが行っても楽しめるのが増えてるっていう印象があるんで、今年もですね、非常にそのコーヒー好きの方々、もしくはね、そうでない方でも楽しめるようなことがいっぱいあるんじゃないかということで、ワクワクしようぜっていう、そういう動画ですね。ありがとうございます。ちなみに SCAG って何の略かと言いますと、 え少しでもコーヒーを愛する準備をしていこうかこれから2024っていうことだと思うんですもうこれから始まるんですよコーヒーが好きになるっていうのはねえいろんなコーヒーヒのコンテンツあるんで今日ねなんとなく、まあ、どういうものがあるのかっていうのと、まあ、これ楽しみだよねみたいなえそういうのねちょっとずつ言っていこうかなっていうただそれだけの動画ですねでですねちゃんとした情報とかそういうのはですねあのライトアップコーヒーの川野さんとかあと暮らしとコーヒーの動画さんでもそういった動画ちょっと上げてるっぽいのでよりがっつりね深くあるのちゃんとした詳細見たい方はそっち見てもらった方がいいと思いますなんか おすすめのブースとかもね、おっしゃってたりしたんで。僕はですね、あもうワクワクしようぜ。もう基本的にそれだけで言っていくんで、やっていきます。一応ね、ちゃんと概要とかね、そういうのも言うんで。アジア最大のスペシャルティーコーヒーイベントと、少しでもコーヒーを愛していく準備をしようぜっていうイベントですね。準備のイベントはい。で、s c g のホームページがあって、そこにね、いろんなこと載ってるんですよ。それをね、ざらーっとちょっとね、重要なとこだけ言っていこうかなと思います。来る方がいたらね、これかなり大事なことなんですけど、事前登録制なんですよ。すべての人が、この登録がいるんですね。招待券を持っている人もそれいります。もしやら ないで、行っっっっったらその場でででででこううややるるるるててととになななななんんん、ね、んかかか受付すぽいいちょっと、ね、スムーズじじゃく感一番スムーズに行ける方法っていうのが、入場バッチっていうのをあらかじめカラーで印刷していくってことなんですよ。これがね、最もスムーズというか、並ぶ要素がないというか、まあ、これでならなら申し訳ないんですけど、それ待ちがね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、登録完了画面の入場証を表示するみたいなボタンを押すと、パッと出てきますと。で、それをカラー印刷。A4 でカラー印刷して、ちょっと面倒くさいんですけど、かなり。それを っていくと、もうそれがね、パスなんですよ。だそう見せたら、はい、どうぞ、みたいな。 なんか首輪みたいなねこの、こういうのをどっかでもらえるのかわかんないんですけど、その印刷者のここに刺してこう通過するっていうパスをもう持っている状態で入れるってことなんで、これが一番スムーズです。コーヒーのお祭りにこれですぐに入れると。でもちろんね、あの印刷できない人もいると思うんで、そういう人はその現地でそれをもらうってことになるんで、まあ多少並ぶってことですね。それなくても、並びは入れるんで、とりあえず。ただね、長蛇の列と言っても過言ではない列が、去年も一昨年もあったような気がします。で何もその登録の準備とかなしでやると、その場で登録して、その場でその受付書をね、あの、 発行してもらうとか準備があるっていう列の中に並ぶっていうことになるんでかなりね時間食うのかなと思いますチケットは2000円なんですよ前売り2000円で当日謎に3000円っていうねすごい値段が上がるっていうの謎の料金設定になってるんですけどなんで 来ようと思ってる人は必ず前売りの値段で買ってください。その1000円ちょっと意味わかんない感じになっちゃうんで、だから時間に限りのある人とか、1日でちょっと全部回りたいなみたいな、思ってる人はスタートダッシュ結構大事だと思うんで、ここでね、あの1日で全部回れますかみたいな、そういう質問もどっかにあるの気がするんですけど、僕の体感としては、ふわっとは全部見れるような気がします、ね。まあ、飲みたいコーヒーもちょろっと飲んだりして、たまに話したりして、でたまに買い物したりして、ふわーっとなら1日で僕はね、足りると思います。で、し しっかりと、例えばね、あの、この物販で、あの、あのドリッパーコーチ選んでみたいな、ここの T シャツ可愛いわ、みたいな、シーンもらって、これどういう豆なんですかみたいな。そういうね、会話したりとかで楽しんだりっていうのを3 いろんなとこでやるんだったら1日では足りないかなっていう感じの量が出てますねというのもですねあの去年が一番多かったんですよ出店者数も入場者数というか来場者数も一番多かったんです結構ねぶっちぎりだったんじゃないかな去年えっ、ー、とね出店数が310の来場者数が6万9 0だったんですよ約7万出店数忘れましたけど入場者数に関してはもう年々うなぎ登りもうねうなぎ登りと言ってもいいぐらいの増え方なんですよね3万5000とか4万弱ぐらいだったんですかね一昨年はそっから9 に万弱来たっていう感じなんで、ど、え、ど、ー、どんどんん、ね、会場とかもなんか大きくなななってるる雰囲気あでですけの今年まじどうなるか分かんないですけど、出店数っていうのが去年310でトップだったんですけど、今回350出てると、40社近く増えてる。なんでシンプルに考えるだけ人も増えそうですよね。総合来場者数は正直どういう感じになるか分からないです。っていうのも、前回の増え率が半端なかったんで、それ、越すのかどうなの、まあ、したらまじすごいと思うんですけど、なんとなく、まあどうなんだ、同じぐらいかなって僕は思ってるような気もしますね。まあ、多かったら嬉しいところではあります。 まあ2日あれば、えー、まあまあみっちりやっても回れると思います。もちろん概要欄に SCAJ のサイトのリンク貼っとくんで、いろんな見れると思うんですけど、本ブロックはバチクソでかいです。で、コーヒービレッジっていう、まあ、コーヒー村は、あの一般のロースターとかコーヒー屋さんが、えー、まあそのブース出店料払って、そこに店を構えるというか、ブースを構える感じになってですね、コーヒービレッジっていうゾーンがあるんですよ。で、去年から、西3、4。 っていう西ホールでその本ブースがやってて、南サンホールっていうところでコーヒービレッジ。まあ僕もね、ちょっといるんですけど、3日目4日目いるんですけど、そっちでコーヒービレッジをやってると。規模的には本ブースがやっぱりでかくて、その4分の1とか3.5分の1ぐらいのまあサイズ感の箱というかっていう感じになってます。まあでかいはでかいですよ。結構空間がバーンと。めちゃくちゃね、あのコーヒー屋がいっぱい来るんで、これはね、楽しいと思う。 コーヒーのマップが見れるんですよ。このウェブで。パソコンモードでも、スマホでもね、あの、いい感じでこうね、アプリっぽくね、こう、マップが見れるんで、どこの場所にどこのコーヒー屋がいい感じに見れるんで、これもね、あの、そこにぶっ飛びやすいリンクもちょっと貼っときますんで、マップで見たらちょっと分かりやすいかなと思いますね。当日でも入れるんですけど、当日だったらやっぱり当日料金になるのかなっていう微妙なところですよね。期間が始まったらダメなのかな。10月8日 までに買っとけば、前売りの2000円で入れるのかなって感じですね。2000円っていうのはね、去年確か1500円なった気がしたんですけど、上がったのかな。うん、ちょっと2000円ってね、まあコーヒーめっちゃ飲めるんで、しかもね、あの、すっごいあの、楽しいんで、一切何も買わなくても、結構ね、コーヒーというものに触れれて楽しいと思うんですよ。確かに2000円ちょっと、まあちょっとな、1000円台っていうの僕結構魅力的だったから、めっちゃいいですよって言いやすかったんですけど、まあまあまあす、うん普通のチケット代ぐらいですよね、みたいな感じをします。ただそれ1枚で4日間いけるから、複数日いける人からしたら、まあ安いから。 と思いますあでこれもねちょっと Q&A であったんで僕後で言おうと思ったんで先に言っとくんですけど会場内に食事のできる場所はありますかっていうのありますこれねありますその南三ホールのコーヒービレッジエリアフードトラックみたいなキッチンカーも 去年年はね、2台、台3ぐぐららいいいああっって、今年もなんかそのぐらいあるっぽいですで、す。これなんかね何だっけモツ煮,煮込みとか何か,かソフトクリームみたいなのがあったんで普通お祭りっぽくてすげえ楽しいってで、今年もねちょっとそれ増えてるのか分かんないですけどで、休憩スペースみたいなのが南サンホールに確かあったんで、えー、そういうのもちょっと座って食えそうな雰囲気はあるんですよねまあそんなに多分広くはないのかこれマップね是非見てみてください、ね、結構ね面白い感じであの イラストでこうマップがね。見れていく感じになるんで、まあ確実に座れるかどうかわかんないですけど、なんせね。数万人来るわけですから、本ブースの方にもですね。実はね。飯が売ってる場所があるんですよ。 僕、毎年なんか動画で映してるような気もするんですけど、お弁当屋さんがね、あるんですよ。普通にね、すっごいうまい弁当が並んでて、それの種類が半端ないんですよ。今年もね、その弁当屋をチェックしてください。まあ、2年前、3年前は確かね、すぐ売り切れてたんですよ。昼とか昼過ぎぐらいにはなくなってたんですけど、去年はちょっとね、準備し,した数が多くなってたのか、そこそこあったんですけど、先に場所をちょっとチェックしといて、昼近づくくらいになったら買うっていうのがね、いいと思います。僕はね、去年ガパオライスを食べたのから、めちゃくちゃうまかった。はい。っていう飯も、 あるとだからねあの飯心配してる人はねそれをゲットできるんならそこそこね心配しなくていいのかなとまあ出入りは自由なんですよこのパスがあれば。なんで,で 一回出て、マックとかもあるし、会場ちょっと出て歩いたら、とか、まあ、モールとかもあるんで、そこ行くっていうのもありです。で、もう一回これぶら下げて入るみたいな。で、えー、このマップ見た感じだとですね、めちゃくちゃね、もうひしめき合ってるんですよ。全部コーヒーの店ですから。まあ、そりゃそうなんですけど、当たり前なんですけど。これね、やっぱコーヒー好きがもし初めて行くとしたら、圧倒されますね。うーわ、みたいな。こんなでかい、なんかその、フェスいろんなコーヒーの、 焙煎機も置いてるしドリッパーとか器具ショップとかも、ね、めっちゃあるし生豆とかを売ってるところもあるし、まあ、我々もですねめちゃくちゃ買えるんでもうほぼ全てのもの買えます、ね、もちろんですけど焙煎機もそこで買おうと思ったら買えるしねでさっき言ったねコーヒービレッジには各地の日本全国各地のコーヒー屋さんが集結してるわけなんですこれはねちょっとおすすめのコーヒー屋さんとかも、ね、もちろんあるといえばあるんですけど、まあ、正直全部おすすめなんですよね あのまあ、行ったことないと,ところが明らかに多いんですけど何ですかねこれちょっとねこれから行く人もちょっと思っといてほしいというかえ僕も思ってることがあるんですけど SCAGA に、まあ、数万円なり十数万円なりかけてブース料を払って。 でそこにブースを出すわけなんですよわざわざそこに来て、えー、自分たちのコーヒーをバーンといろんな人に見てもらえてだから相当気合い入ってるコーヒー屋さんたちなんですよ僕も自分であの、まあ、遠征でコーヒーを落としたりとかブースをねあの企画的に出すっていうのをやったことあるんですけどめっちゃね結構やっぱ考えること多くてすっごい当たり前なんですけどねどれぐらいの数用意すればいいのかわからないししかも規模がでかいじゃないですか規模がでかいけど、まあ、コーヒー屋がいっぱい集結してるから自分のお店に果たしてどれぐらいお客さんが来てくれるんだろうかとかシ、えーン飲んでもらってどれぐらいのお客さんが気にてくれるんだろうかとか かかけてくれるんだろうかみたいなそういうね、まあ、文字より本当に期待と不安が入り交じってるところでもあると思うんですよ。あの、まあ、もちろん、その有名なコーヒー屋さんあるじゃないですか、多分。本ブースの方にも、もちろんコーヒービレッジの方にもそういうのあると思うんですよね。なんですけど、例えば、全然聞いたことないコーヒー屋さんとかね、あの、地方から来てるコーヒー屋さんとかでも、さっきも言った通り、よ、遠くからわざわざ来て、めっちゃ気合い入れてるわけなんで、あの、あえてそういうところから買うとか、あえてっていうと、なんかね、その辺な、僕の、うん、ちょっと違うか。全部あのそのそ 例えば自分の好きな。 目的のところがあるのはもちろんね、そこでも買って欲しいところであるんですけど、例えばその、フィーリングだけでそのお店のコーヒーをちょっとね、試飲して豆買ってみるとか、もう名前のかっこよさだけで選んでみるとか、そういう選び方でもちょっと、ね、面白いかなと思うんですよ。で、それにはね、多分外れはないというか、まぁ外れって言うとちょっと変な言い方になるんですけど、必ずね、面白いことが発見できると思うんですよ。初めて見てみるコーヒー屋さんとか、名前のかっこいいところとか、あと雰囲気のかっこいいところとかね、そういうところでも買ったらね、ちょっと面白いコーヒーのね、フェイスになるんじゃないかなと。 コーヒー屋さん散策はコーヒービレッジで,できるんじゃないかと個人的に思ってますね。なんでね、そういう見方もありかなと僕一つ思います。僕もね、えー、っとまあ、自分のちょっといきなり情報になるんですけど、3日目、4日目はその今言ったコーヒービレッジっていうところにブースが、 ありまして、アウトサイダーズっていうコーヒーのね、変な人たちがいるんですけど、一応ね、その一員であると。なんで、そのアウトサイダーズでブースを出すと。まあ、どっかでも色々言ってるんで、知ってる方も多いと思うんですけど、ついにコーヒーブレッジの場所が発表されまして、結構端っこの方に少し安心したところでもあるんですけど、フードトラックの近くかな。そのブースは3日目4日目出店するっていう感じになってます。3日目金曜日ですかねは、 僕と羊コーヒーの大森さんが、えー、ほぼ立ってるって感じですね。他のアウトサイターズの2人の和子コーヒーの荻原さんと、えー、レッドストーンコーヒーのマサヤンはですね、普通に本ブースというか、自分のお店のブースやったりとか、あとお呼ばれしてるところのでコーヒー入れたりとかしてるんで、まあ、普通にそっちの業務があって、3日目は僕らしか、僕と大森さんが基本的に立ってるって感じですね。4日目は一応全員立つっていう、まあ、ちっちゃいブースなんで、4人物理的に立て,立てない前後のね、その遠近感出して。 え、行こうと思うんですけど、3日目4日目ブースなんですけど、1日目2日目も多分普通に遊びに行ってると思いますね。2日目に関しては僕と大森さんでプラプラっとなんとなく歩いて、なんか Vlog 回したりしてると思います。1日目は未定です。どういうスタイルで行くかね、ちょっとね、まだ未定なんですけど、どういう格好で行くのかみたいな、えっ、ー、と、赤坊主バージョンのステッカーを腰に携えて、うん、僕じゃないような僕の格好で行くかどうかはちょっとね、まだ。 からなないいんでですすけどもしし僕僕じゃない僕を発見した方はえー、っとですね去年もやったっけなど、去年やってないかおととしやった、えー、まタ女探せじゃないですけど非売品のステッカーをそこでお渡しする可能性ももしかしたらあるとこの流れちょっとね僕らのブースのアウトサイダーズのまあ宣伝にもなるんですけど言わせていただくと SCAJ にちょっとぶち込もうぜっていうことでみんなで作ったブレンドですね33種類ぐらいのコーヒーでみんなカッピングして作ったブレンドっていうのをそこで売りますアウトサイダーズブレンドそれをトートバッグかわいいオリジナルのトートバッグにそのま豆をぶち込んでおしゃれなサッシみたいなやつも入れてそれをまあ、えまるまる販売するっていう感じですねこれ2400円でしたっけこの金額で、えー、ちょっと販売するっていうのに加えてアウトサイダーズボックス 今回のボックス、新しいボックスはないんですけど、初回とその次の2回目のボックス、前回のボックス、これを復刻販売するっていう感じになりますね。初回は色違いバージョンです、ね。めっちゃ可愛いです。これですね。で、箱の色も違くてかっこいいんですけど、中のね、あの、ポスターって言んですか、ちっちゃいこのぐらいの網が入ってるんですけど、それの色もちょっと違ってる。中に入ってるポストカードの色も ちょっっと変わってる。一応数量限定なのもしかしたらなくなるっていう、なんかね、絶妙な数だと思いますけど、一応そういうのもあります。で、もう一個第2回の復刻ボックスっていうのも用意して、ちょっとね、かなり面白い感じになってるんで、そのね、ぜひトートバッグに入れて、それもね、追加で買ってくればと思うんですけども、そのブースで大森さんの方からですね、多分、大森さんが今開発してるアプリ、コーヒーのアプリのなんか宣伝かなんかもそこで発表があるっていう、そういうのもあるっていうのと、小木原さんが、これ多分言っていいと思うんですけど、多分ね、先行販売みたいな感じなのかな間に合ったっぽいんで、本みたいなものを、小木原さん 町の本をそこで、ね、あのなんか先行販売というか、サイン書いて渡すのかなっていう感じで、そこのなブースの端っこでやるみたいなんで、ね、そういうのはちょっとちらっとあったりしますね。で、みんなで騒ぎながらですね、楽しくやろうと思ってます。4人いっぺんにそのブースとかそのフェスとかに集結するってこと、あんまりもしかしたら、ね、な,なかったかな、今までないかもしれないんで、えー、この際、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。ち <laughs> なみにそのブースの場所に出てやったんですけど、横のブースが <laughs> プラッシュコーヒーの動画さんです この辺ちょっとわちゃわちゃっとしそうなんですけど、めちゃくちゃ楽しそうですね。ちょっとね、自分のブースの紹介になったんですけど、あレイヤーズコーヒーも出ますしね。レイヤーズコーヒーはね、1日目2日かな。1日目2日目行ける人はですね、そぜひ行ってみてください。僕らのブースの近くか。で、あのー、SCAJ 毎年やってることとしては、イベントとかね、えー、セミナーとかそういうのもやってるんですよ。セミナーはね、事前登録とか予約いるかもしれないんで、興味ある人ね、そう見ててほしいですね。なんか、いろんなね、生産地に関してとか、どこどこの国の 豆についいててとかいろんんなね毎年やってるんですよもう生産者セミナーみたいなこととかもやってていろんなの出てくるんで見てみてください。で大会をやってるんですよ。デカステージみたいなのがあってあのコーヒーのハンドドリップとかコーヒーの味とか。 間違い探しみたいなの決勝戦をやってるんですね。そこもね、かなり熱気あると思うんで、チラッとね、コーヒー片手に見るのも結構面白いんじゃないかなと思います。そう、イベントで思い出したけど、そう、さっき言ったね、アウトサイダーズ。最終日、土曜日に、ね、プチイベントじゃないですけど、そのイベントステージを借りて、何かしらをやります。最終日の土曜日は、これなんか特殊で、これさっき言ってなかったんですけど、その SCG4 日間あるんですけど、前半の3日間、金曜日までは、本ブース全部やってるんですよ。で、最後の日はね、あの、本ブースやってないんですよ。コーヒービレッジだけなんですよ、土曜日。でコーヒー コーヒービレッジの、ね、端っこの方にイベントスペースっていうのがあってそこでなんかあの何かしら面白いことをやるかと思ってますんでショーじゃないですけど、まあ、コーヒーセッション何かしらのなんかフォークセッションじゃないですけどそういうことをやるわと。 思ってますんで、それの時間をちょっとね、言っときますね。14時半から15時20分。だから45分、50分ぐらい我々がね、その持ち時間の中で、ちょっとなんかね、面白いことやりますんで、駆けつけてくれると我々もですね、あの、嬉しいってなるんで <laughs>、ぜひ来てみてください。イベントスペースは、その入れ替わり、立ち替わりで、いろんな、そのコーヒー屋さんだとかが、いろんなことをやってるんですよ。まあ、コーヒーの入れ方っていうのもあるのかな、どっかには。そのあったりとか、そういったね、まあ、トークセッションとかかな、主に。あー、そうですね。そうブルーバーっていうのもコーヒービレッジにあって、なんかその、 まあ、バーカウンターみたいなコーヒーカウンターみたいな場所があってそこも、えー、毎日かな9時11そうですね毎日入れ替わり立ち替わりでいろんなコーヒー屋さんがそのコーヒーをこう出してくれるっていうのをやるみたいなんでコーヒーブレッジの割とね真ん中ぐらいにそのブリューバーっていうのがあって。 毎日ちょっっとと違う催しというしいいか会場でででるコココーヒーーーーーーーヒヒヒビレッジののブバもぽがあるんでそこででも楽しめるってことっすねそんなとこっすね。全部でね。まあ、直前でね、こういう動画出したかったっていうのもあるんで、この動画撮りましたと。今、ここ長野県の松本市のホテルなんですけど、直前にね、このワクワクを共有したいなと思って、こういう動画を作りたいなと思ってたんで、撮れてよかったなと思います。ちょっとギリギリになっちゃったんですけど、どんなコーヒー祭りがね、そこで繰り広げられるのか、行ってみて全員で体感したいと思います。皆さんもですね、コーヒーの匂いまみれになって、えー、楽しんで帰って 行きましょう。以上、scag 2024年楽しそうですよね。っていう動画でした。どうもありがとうございました。また、ね、会場で会いましょう。